正直そのなんていうんですか、騒がれ度のレベルが違うじゃないですか。そのうわぶっちゃけ俳優さんとかともレベルがちょっと違うじゃないですか。確かに確かに。え、そうどうな学校とかどういう状況なんですか。確かにバリ肩きこんなんでいく。こんなんでいくっすか。こんなんでいく。俺やったら。いや、まあ別にこれ自慢になるのかわかんないんだけどさ、やっぱ俺バスケも普通にやってたから、その時部活もやってて、でまあそのね土日とかはそれレッスン行ったりとかっていう生活してて、だバスケも割と真剣にやってたから、そのなんか市のさ選抜みたいなさ大会とかあるじゃん、だから他校の生徒とか、はいはい、だからそういう時はね、女子とかのね、女の子とかが体育館の上の方で見ててシュート決めたらキャーみたいなとかって、うわーすげー、いい青春だ。いいっすね。そうだね。だってもう、まあ、ジャニーズというものがなくても普通にイケメンじゃん。間違いない。いやいや、プラスアルファがすごすぎるて、ずるいて。いやいやいや、すごいやろ、ジャニーズに入ってもうゴーンになるもんな。いやーすげー。学生の時にジャニーズだったりして、うん、怖い思いとかないですか。そのストーカーあったりとか。ああめちゃくちゃそれあるだろうな。学校帰その通学するわけじゃないですか。まあでもなかったね。なかった。多分あった人はいたと思うけど、俺あんまなかったそういうの。なんか、うん、影薄かったんかな。いやいやいや絶対そのじゃあキャーって言われてないです。間違いない間違いない。わかんないけど。そう、ないんだ、ね。ストーカーとかあったらもう俺女の子来たらもう家入れてから。バイバーイ。すいません縛られた話で。すいません申し訳ないです。一応ね、その時は、ね、あジャニーズですから。確かに確かに。